後遺症とか大丈夫ですか？あのね、そうこれね、やっぱ俺本当にオミクロンってもう最悪だなって思ってることがあって、まあもうコロナ最悪なんですけどもちろんね、あのね、治ってから咳出るようになって、最悪じゃない？まるでね、タンポポが綿胞子になって綿毛を飛ばすように、綿毛をね風に飛ばしてね、どんどんその種子を飛ばすがごとく、この治ってから次なるあの感染先へ移そうとしてるんだよね、今絶対俺自身が最悪だよ普通に。そうだから今すごい咳出るんですけど、全然なんかあの喉辛いとか、あの呼吸しづらいとか全くないんで、あのいわゆる空咳ですね。なんで気をつけてください、気をつけてくださいというか、あの ご心配なくというか、オミクロンさ、まあなんか普通の風邪とか、なんか弱めのインフルエンザとか言われてるじゃないですか。普通にしんどいからならない方がいいよ。熱出るし、喉痛いし、てか喉痛いの最悪マジで。喉痛いの本当に最悪。もう俺マジで嫌だ。扁桃炎ってあるやん。なんか扁桃腺腫れて熱出てみたいな。ね、友達にさ、年に2回ぐらい扁桃腺腫らす友達いて、本当に大変そうだなって思って、すごい心配してたんだけど、本当に大変そう、本当に大変なんだなっていうのを改めて自覚したね。腫れてた位置的には本当に扁桃とかその辺が腫れてたからさ。尿路結石とどっちが嫌なのか、尿路結石の方が嫌です。マジでみんなほうれん草食うな、本当に本当にね、ほうれん草は食うだよ。のどかずやだわ、薬も効かねえし。